はあ、足痛えよ。はあ、そうだ。よし、よし。そこ、心臓まで行けば頂上だ。よし、頂上到達。ああ、疲れた。こんな本屋でも今ペイペイ使えるの、マジかよ。どんだけペイペイの？何ペイペイ？よし、ここから下りや。ここから人生と一緒で下りだ。下りだけだ。ここからは、ね、人生と一緒で下りだけだから。自販機ほんまに今日ついてねえな。やべえなこれ。どんだけ今なんか不景気なんだよこれ。これ一個もないぞ。あー、車で帰った時はすぐやと思ってたのにな。チャリンコとか電車で帰ったら1時間かかるな。嫌になっちゃうんだけどマジで。太郎田中さん、波おれんけ、波おれんけ、波おれんけ。はいです、バーガーです、バーガーです。もう太郎田中さんが来てくれるおかげでね、うちの子はね、ゼロ米ゼロアイテムをいつも阻止できます。ありがとうございます。神様のような人だな、この人。ありがとうございます。よいしょ、よいしょ。5時には事務所でいつもりだったんだけど、もう6時前なんだけど。マジで？マジで？そ、マジで？マジで？それを期待しよう。どっか追ってへんかな。前にパトカーは止まってるけど、どっかにないかな。どっかに落ちてないかな。いや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 、どっかに落ちてないかな。よいしょ。上本町はいない感じですね。谷町9丁目、日本橋あたりはおりそうだけどね、まあ、さっきね、あの五時上がりの風俗嬢がタクシーで帰ってる姿を目撃しちゃいましたけど、どう見ても日本橋あたりのお姉ちゃんなのにね、抹茶町までタクシーで帰ってきやがんの。ふざけるなよな。まあそれでタクシーがね、仕事があるんだったけど、パトカーこれ何してんの。風俗嬢が一人コンビニに入ってたけど、上本町4丁目本のね、コンビニに5時だけに風俗嬢、風俗嬢だらけやな、この辺も。こんな野球少年が朝っぱらからチャリンコ乗ってる近所でね、5時だけの風俗嬢がコンビニに、なるほどね。波を掘れんげきょ、波を掘れんげきょ、波を掘れんげきょ。お、ビン様はハートです。ありがとうございます。いやー、なんか儲かる方法ないかね。なんか儲かる方法ないかね。金になる気を探してるんだけどね。なかなかね、足りないかな。出へんかな。
る気ないかな。いやまだ昨日食べたねギガマックスガバリビールの中で全然消化されてないよこれ。やばいんだけど、なんじゃこの窓ガムテープで貼ってんのガムビール。頭おかしいんだよ、やばくない。あ、旅出ますか。いらっしゃいませ。どこまで行くんですか。今日はどちらまで。よいしょ、おじちゃんもね、自販機チェックの旅にずっと出てますけど全然お金ないんだけど、あ、熊本行った。熊本ね、なるほど。いってらっしゃいませ。どっか、あ、これレクサス、いい車、レクサス乗ってんな、ほんまに。ソロちゃんさん、おはようございます。おはようございます。朝も早くからおはようございます。300万ぐらい入った財布売ってないかなと思ってね、ねりねり歩いてるんだけど。何それ何それ。ギャンブル依存症の講演会に、お話ししに行くんですか。僕は今でもギャンブル依存症です言って、でもこの間200万もねえ、この間ね200万儲かったんだよね。もっともっと儲かってね、ギャンブルやめれませんわ、ははは、歌ったらいいんですよ。ギャンブルなんてやめれませんよね、儲かるのに、歌ったらいいんだよ。よいしょ。ああ、ほんまに金持ってへんな。だって自販機の釣り銭ですらないのよ。やばくないですか。釣り銭すらないんだよ。よいしょ。ゴミをこんなに散らかってんのにな。このワンルームマンションまだあるんだな。これライオンズやったかな、昔デリヒルの客用取ったよな、ここ。あ、これアークや、アーク上町で前は何チラシ巻いてたやな、みんな死ぬほど巻いてたやな、このとこ。はあ、ピンクチラシってね、あの小さなサイズの中にね、いろいろな情報が入ってて、しかもドライバーも巻きやすくてね、あれ考えた人天才よね、あのチラシサイズ、すっごい巻きやすくて、すっごい巻きやすくてね、あのピンクチラシ考えた人絶対天才だわマジで。どこのチラシ屋さんか知らんけど、上本町かな、東神津町ってどこなんだろう、分かんないわ、交差点内、交差点内言うても、まあ交差点中交差点ですけど、自販機、はあ、自販機の釣り線口を全部見て回ってるんですよ。世の中のね、自販機の釣り線という釣り線をね、おりちゃんは探し回ってるんですよ。どこおってへんかなー言うて、忘れてへんかなー言うて。お、ゴルフの待ち合わせに来たおっさん。自販機向かい。すぐ挨拶してくれ。それでちゃんは自販機釣り線チェックをしてるんだけど、ゴルフの待ち合わせ6時前にゴルフの待ち合わせ、どこ行くんやろか、朝ぐらいかな、これ。はあ、世の中には金をすごく持ってるやつとすごく困ってるやつがいるんだな。おちゃんいつもすごく困ってる側だわ。なんとかならねえかな。よいしょ。よいしょ。
ってる人がそんな毎回そんなね、相手もあちゃこちゃ投げ回ってないでしょ、あなた。羨ましいんだけど、マジで。まだ鶴橋のあたりよね、ここ。遠いわ。虫豚屋通過していこうか。この時間はまだ虫豚屋やってないだろう。この時間やっていない虫豚屋はあえて通過していこう。そんなんもあんのやめ、マジか。おちゃんはそれをもらってもお金ないのに、それを必死でかき集めてもお金ないのに。よいしょよいしょ。ないな、マジで。その方が賢いよね。神頼みでね、神様にお賽銭を入れようがね、入れなかったらでもね、何も変わんないからね。賽銭入れてね、ハッピーなことが起こるんだったらいくらでも賽銭入れてるやるけどね、気持ちの問題で、気持ちの問題であってね、あんなね、どうせみんなで分けたら、あんなもんね、神社の人らで分けたら一人当たり知れてる額だからね、賽銭をひっくり入れたところで、ありやすぐらい、そんなもんですよ。でもね、おりちゃんに投げるってことは、おりちゃんにまるまる10円入ってくるからね。買うときに20円かかってるのかもしれないけど、この小敷のおっちゃん邪魔やねんけど、絶対この小敷のおっちゃん優先チェックしただろうな。もう綺麗にないわ、綺麗にないわ、綺麗にないわ。マジかよ。この辺の自販機、あのおっちゃんに先壊されたな、全部。くそー。どうやったら金手に入るかな。パチンコ屋の設定ってもう入れ終わってんのかな。なんかこの時間にうろついといたら何番台をよく入れといたからとか、その情報入ってこないかな。この店行ってあげるのに、1日売ってあげるのに、何番台のマイジャグ4を設定6入れといたからと、1日タコ粘りしてやるわ。設定6なんて長いこと売ってないな。よう売って設定4ぐらいの、4もないな。設定2のなんか必要の台しか売ったことないよな。どっちなんか設定6なんか入るわけないんだから。マジで中国人のお姉ちゃんかな、中国人のお姉ちゃんかな。ノーティスらしい。まあまあいい。めっちゃ可愛い。当然なかったな。めっちゃ可愛い子はこんな時間にこんなとこ歩いてへんもんな。どんなに考えたって、そんなに可愛いなかったで。そんなね、可愛いお姉ちゃんこんな時間にこんなとこ歩いてるわけないだろ。鶴橋だろ。そやな、もう何でもいいわな。いいよね。AV 女優なんてほとんどがさ、あれ整形だから、原型、元の原型ないからね、あいつら顔は。それは可愛く見えるわな。そういうことですよ。エグジョイもすごい演技力よね。ピル飲んでて絶対妊娠しないって分かってんのにね、中はやめて、子供できちゃう。
そうそうそう、マジで綺麗に切り取るもんな、あいつら。どんだけ体手入れしてんだよ、これ。変なとこに毛生えてへんからね、あいつら。恐ろしいよな。それがおしゃれと思ってるからね。いや、AV 出るのがおしゃれじゃないだろ、みたいな。で、最終的に、自分が売れなくなってきて引退するときに言う言葉が、無理やり AV に出させられたとか、わけのかな、ほどき出すの。死ねえよ、マジで、みたいな。マジで、いらないですけどね。絶対いらないですけどね。まあ、配信者のお姉ちゃんとやりたいと思ったお姉ちゃん、誰一人としていないわ。うん、エビチュぐらいだわ。うん、まあ、あの子も気きつかったからな。だから、ね、気のきつくないお姉ちゃんで配信してるやつなんてまずいないし、配信してるお姉ちゃん全員気きついし、うん、気きついか頭おかしいか二択やからね。よくないやついないわ。そもそも気弱かったら配信なんかできないでしょ、マジで。顔さらして、恥さらして、こじきして、うん、あら、かわいい、かわいい、ね、かわいい、かわいい言うてね、喜んでるけど、ね、内心はもっと金くれよ、お前らでしか、うん、そうでしょ。そこの自販機ちょっとチェックするの忘れたわ。そこの自販機チェックするの忘れたわ。そこだけ。ここの2台に、ここは市場があるから市場のやつらが買ってお釣り忘れてくれてないかな。市場のやつは酒飲んでへんから忘れることないかな。急いでとお釣りとか取り忘れてへんからな。じゃあコリアンタウン通っていこうか。コリアンタウン通って帰ろうか。コリアンタウン。こんな時間コリアンタウン誰もいないけど、コリアンタウン、コリアンタウン、コリアンタウン。やばいよね、マジで。なんでこんな変な。韓国のばっかりもの売ってるよ。だって街がおかしいもんな、ね、コリアンタウン。ここコリアンタウンの入り口です。でコリアンタウン、ほら、もうコリアンタウンです。コリアンタウン、もうちょっと向こうがコリアンタウンかな。もうちょっと向こう行ってみようか。おかしいだろ。なんか道にピンクのペンキ巻いてんで、こいつらバカなのかよ。それがコリアンタウンや。よいしょ。さすがコリアンタウンやな。ここのローソンもいつも。なんかもう韓国人倒るもんな。やばいよね、マジで。行く場所に何寄っていくの？行くの勝利ちゃん別に関係ないんだけど。行くの勝利ちゃん別に何も届けで関係出してないけど。いやー。水かけられて、え、来た方がいいの、あれコリアンタウン通らんかったな。コリアンタウン通らんかったな。あれコリアンタウンどこ、コリアンタウン、早朝はコリアンタウンがどこかちょっと分かりにくかったな今。あれそっちの道よかったのかな。コリアンタウン、あれコリアンタウンがなかったぞ。よいしょ。この辺もコリアンタウンみたいなもんやけど、見てこれ。キムチ韓国食品販売中とか、こんなコリアンタウン。この辺何でもかんでもコリアンタウンだから、うん、鶴橋のこの辺韓国と変わんないからね。コリアンタウンだから、うん、よいしょ。まあね、鶴橋だけじゃなくて行くのもコリアンタウンだから、うん、コリアンタウンだからね、
人もおるしね、韓国人。いや、もう日本なんて日本じゃないようなもんだからね。日本日本でやってもすでに日本じゃないから。よいしょ。ポン酢の自販機、絶対こんなところにお釣り忘れてないだろう。誰も買ってないよね。鶴橋ポン酢の、鶴橋ポン酢の自販機、おかしいだろ、コリアンタウン。誰が買うんだよ、鶴橋ポン酢、コリアンタウン。この辺右も左も商店街、どっちもコリアンタウンみたいな。カルビハウス、コリアンタウン、コリアンタウン。あ、カルビハウスのくせにレクサス乗ってるよ、コリアンタウン。やるな、コリアンタウン。金稼いどんな、コリアンタウン。あ、まあね、あ、ここにセブンイレブンがあるってことは、やっぱもうちょっと右側がコリアンタウンだったんだ。コリアンタウン、見に行く、コリアンタウン。コリアンタウンの入り口の門だけ見る、東門だけ見る、うん、東門入ってすぐのところ、うん、このコリアンタウンの東口の門入って 50m ぐらい行った左手が、あの蒸し豚屋の店ですよ。蒸し豚屋の、コリアンタウン、そうそう、その一方通行ね。これコリアンタウン、これコリアンタウンの入り口、この右手がコリアンタウンの入り口。コリアンタウン、コリアンタウン、こんな朝っぱらだから誰もいないだろ、コリアンタウン。なんか水今満潮なんかな、川がなんかちょっと水位があれら上がってるけど、コリアンタウン、コリアンタウン、ここコリアンタウンですよ。はい、ここコリアンタウン。あ、もう人歩いてるぞ、コリアンタウン。マジかよ、コリアンタウン。徳松マンション、コリアンタウン。もうキムチ売ってるぞ、コリアンタウン。朝早いな、コリアンタウン。あ、ここここ。あ、もうやってる。もうやってるぞ。蒸し豚屋も湧いてるぞ。人いなかったけど、コリアンタウン。韓国人いっぱいいるぞ、コリアンタウン。もう開いてる。え、6時やのにもう開いてたで、蒸し豚屋。何時から起きてんの、コリアンタウン。でまだシャッター半分しか開いてない。だから店は開店はしてないです。営業前みたいな。でももう人来てた。うん、市場オープンかな、うん。コリアンタウン。ああ、なるほどね、うん。工場かどっかあんのって聞いたら、いや、自宅でやってますって言ってたもんな。恐ろしいよね。豚を買ってきて、豚閉めて自宅で作ってるってことよ。蒸し豚。怖くない？マジで。やばいよね。生きてる豚こうできて家でやってんのかな。ああ、そうなよな。やべえよな、マジで。やべえよな、それ考えたら。ああ、豚をひょいっと締めれるんだから、ね、俺ちゃん締められるかもしれないよ。やばくない？かなぁ、いや、わからんで、うん、あ、暇や枠やる、うん、枠開けて、うん、ナイス、押しに行くわ。よいしょ、よいしょ。この川、水が多いねんけど、今日。よいしょ。よいしょ。ほんまやな、今日は電車なのや。はい、じゃあ、りんとりさん枠でお願いします。